皆さん、こんにちは。レック専任講師の池永です。今日はですね、令和3年土地価格調査士本試験の第21問の計算の部分をですね、基本計算モードと複素数計算モードで解いてみるといったところを皆さんにね、お見せしようかなと思っております。では、画面を切り替えます。令和3年土地価格調査士本試験第21問の計算。基本計算モードと、 複数計算モードで解いてみたとということですね映像を見ていただくにあたってちょっとご留意いただきたい点についてお話をさせていただきます。これから画面の左側に現れます基本計算モードは一部を除き、計算していません、まあ、手抜きかもしれませんがそうでもしないと時間が足りなくなってしまうという側面もあるんですよね。 したがって画面の左側に現れます基本計算モードはごく一部を除き、検算していないと思ってみてください。そして画面の右側に現れます複素数計算モードの方ですね。こちらは座標値も面積もすべて検算しています。また、ちょっと細かい話かもしれませんが、急積前、つまり面積の計算前にメモリーの座標値をすべてチェックしています。えー、要するに、 一切手抜きなしとということです。複素数計算モード、画面の右側に現れる方の複素数計算モードは一切手抜きなしで電卓操作をしていますえ。そして皆様にお届けする映像ですね、これから関数電卓の操作をしている映像を皆,皆様にお見せしますけれども、まあ、ちょっとそこそこ時間がかかるものですから、あまり長いと皆さんも、ね、最後まで見てくださらないだろうということなんでえ、少々早回しになっております。では、計算開始しましょう。 それでは計算開始です。画面向かって左側が基本計算モード、向かって右側が複素数計算モードです。下にストップウォッチの時刻が表示されています。先ほどもお話ししたように、かなり早回しで皆さんにはお送りしています。基本計算モードと複素数計算モード、どちらも今、最初の A 点の座標値を計算しています。非常に簡単な計算ですから、基本計算モードと複素数計算モードでかかる時間はあまり変わりがありません。ただし、複素数計算モードの方はしっかり計算をしているという点はません。 見逃さないでくださいはい。そして今度はどちらもですねみ切り点である C 点の座標値の計算に入ってきましたまあこの C 点ですねみ切り点として計算していくとそれなりに手間と時間がかかってきますそうなると基本計算モードと複素数計算モードで大きな差が出てくるんですよねもう複素数計算モードの方は C 点の座標値を求めて検算も終わったところになります そして右側の複素数計算モードは3つ目の点、つまり高点計算で H 点の座標値を求めるという手順に入っています左側の基本計算モードはみ切り点である C 点の座標値を求めて、えー、今ちょっと簡単なね、えー、検算をしているところですねはい、で右側の複素数計算モードでは高点計算である H 点の座標値を今求めたところになります でこの複素数計算モードの方ですけれどもね、ね工点計算は複素数計算モードのままやっております。余計なメモリを一切使わずにですね座標値の計算をしているという点もできれば見ていただければなと思います。今、はい、今度度はは画面のの右側でですね今度は2点目の高点計算である L 点ですね。L 点の座標値を計算しているところです。こちらの方もやはり先ほど申しましたように余計なメモリーを一切使わずに E 点計算をしているというところを見逃さないでください。今 L 点の計算に入ったところですね。はい左側の基本計算モードはまだ E 点計算を続けております。はい右側の複素数計算モードは E 部分の面積の計算に入ってきております。 ただし、面積の計算をする前に、関数電卓の各メモリーに記憶された、非回転や分割点の座標値にミスがないかという、今そのメモリーの中身をチェックする作業をしているところですね。そして、いよいよ E 部分の面積の計算が始まりました。左側の基本計算モードの方は、今、ようやくですね、面積計算に入ったところですね。 はい、右側の複素数計算モードの方は E 部分の面積を求めて、検算が終わって、今度はロ部分の面積の計算をしているところです。はい、基本計算モードもロ部分の面積に入ってきましたね。はい、右側の複素数計算モードは、ハ部分の面積の計算をしています。 <laughs> はい、で右側の複素数計算モードの方は、分泌の前提として知的構成統計が必要かどうかという、ね、計算をしています、はいで。右側の複素数計算モードの方はもうは、先ほどからです、ね、ひっかいてんの変調の計算をしています。 関数電卓の操作に慣れてくると座標値の引き算だけで引き回転間の変調を計算することができるようになりますはいで複素数計算モードの方はですね全ての計算が終了しておりますそれに対して基本計算モードの方はまだちょっと残ってますね今分泌の前提として知的構成統計が必要かどうかという計算をしていてこれからですね引き回転間の距離の計算に入っていきます 基本計算モードの場合は、ここが大きな弱点というかです、ね、非回転換の距離を計算するにあたって、関数電卓の使えるメモリーが限られているんですよね、まあ、要するに複素数,数計算モードと比べると、メモリの使い方がちょっと厳しいことになってくるものですから、非回転換の距離を計算するにあたっては、通常、関数電卓のポーラー関数に座標値をいちいちいち入力して計算しなければいけない、ここで非常に時間を食ってしまうわけですよね。 はいえー、まだまだ、あひっかい転換の変調の計算、残ってるようですね。 でようやく基本計算モードの方も終わったようです。はいというわけで計算が終わりました、はい、基本計算モードは一部を除き、計算していないにもかかわらず、20分程度時間がかかっていますよね。計、えー、算していない座標値、多いですし、えー、面積については計算ししたらしっぱなしです、えー、そんな形になってしまいますが、それでも20分程度かかってしまうわけですよね。それに対して、複素数計算モードはどうかっていうと、 座標値ももも面積すててて検算算ししいいるにかかわらず、14分程度で計算が完了していますやはりそもそもかかる時間が大きく違っている、20分と14分というと、わずかな差じゃないかというふうに思う方がいらっしゃるかもしれませんけれども、土地価格調査試験における5分とか6分というのは、ですね、非常に重みのある時間なんですよね。はい でしかも複素数計算モードは、しっかり検算していて、なお5、6分早いということですからね、その価値というのは、皆さんもきっとお分かりいただけるのではないかなと思います。まあ、ざっくり言うと、時間の差っていうのが、ね、たい複素数計算モードの方が、基本計算モードよりも1.4倍から1.5倍ぐらい、まあ、ここら辺は条件,も条件にもよるとは思いますけれども、複素数計算モードの方が、基本計算モードよりも1.4倍から1.5倍ぐらい早いかなと。 いうことが言えるのではないかなと思います、はい、というわけで複素数計算モードは基本計算モードよりも素早く計算することができる計算を便利に行うことができるという顕著な特徴があります。はい、というわけでございましてですね REC2022 年合格目標土地閣調査時計算特訓講座では 平成初期から令和3年までの本試験で出題実績のある座標計算の方法を学習することができるだけではなく16年にわたる指導実績のある複素数,数計算モードの操作法をマスターすることができますこのことによって他の受験生よりも有利に回答することができるでしょうはいで、この計算特訓講座を利用してぜひとも合格の栄冠を勝ち取っていただきたいと思います はい、というわけで今日の私のお話は以上でございます。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。